沢田翔五郎は、日本の実業家、政治運動家、高知県出身、陸軍兵器学校卒。復員後は、農業調整委員を経て、山生産業株式会社を設立。後に、三重県伊勢市に移住し、牛乳配達員、警備員等。ポツダム宣言受諾の条件であった、維新国体護時の国際的審議を果たす、鏡の広大神宮を消し、 維新見てぐらアマテラス大臣神社を混流し、日本国憲法を復活さすと、独自の広告士官と法解釈に基づく、一般有権者に割り返しがたい主張を掲げ、一人一党の政治団体、自由共和党を決闘。1986年の第14回参議院議員通常選挙に、同党公認で東京都選挙区から立候補。 さらに1998年の第18回参議院議員通常選挙にも同選挙区から再挑戦したが、共に快楽戦士で協託金を没収された。その後も各地の地方自治体、市町村議会を相手取り、ホームページを開設したので、全住民に周知してほしい。国体の誤字と日本国憲法の尊重。 神道復活を天皇に申し入れた党という内容の陳情を盛んに行っている。19世紀のアメリカ合衆国で活動した同盟の政党及びトルコ革命時に短期間活動した同盟の政党、王政末期のポルトガルで短期間活動した同盟の政党、並びに20世紀初頭のフランスで活動した同盟の政党等とは一切無関係。存在は確認されていない。 カルト的キリスト教徒が搬送科学会を掲げて2006年から個人的に運営している同盟で無関係なサイトがある自由共和党自由共和党。ありがとうございます。